粒子状物質の分類粒子状物質を含んだ煙が街に広がり大気汚染を引き起こしている。2011年5月、オーストラリア。粒子状物質を含んだ濃い縁無。2010年4月、台湾。東アジアでは、交差や人為的活動由来の縁無の国境を越えた汚染が深刻化、問題化している。 粒子状物質とは、マイクロメートルの大きさの個体や、液体の微粒子のことを言う。主に、燃焼で生じたすす、風で舞い上がった土壌粒子、工場や建設現場で生じる粉塵のほか、燃焼による排出ガスや、石油からの揮発成分が、大気中で変質してできる粒子などからなる。粒子状物質という呼び方は、これらを、 大気汚染物質として扱うときに用いる。粒子状物質は主に人の呼吸器系に沈着して健康に影響を及ぼす。粒子の大きさによって体内での挙動や健康影響は異なる。その影響度を押し量る測定基準として大きさにより分類した PM10 や PM2.5。日本では浮遊粒子状物質などの指標が考案された。疫学的には 粒子状物質の濃度が高いほど呼吸器疾患や心疾患による死亡率が高くなるという有力な報告がある。また、PM10 や浮遊粒子状物質よりも PM2.5 の方が健康影響との相関性が高い。これらに基づきアメリカ合衆国や欧州連合、ついで世界保健機関、これに続けて世界各国が PM10 や PM2.5 濃度の基準値を定めている。先進国の一部地域では風刺新地に近いレベルまで削減させることに成功している一方、途上国では家庭での焚き木の使用に加えて都市部で自動車の使用が増大して汚染が深刻化する傾向にあり、1990から1995年の時点で途上国の都市平均濃度は 先進国の3.5倍である。風は、PM10 の濃度を 70gm/30gm に減らすことができれば、世界の大気汚染に関連する死亡者、年間330万人を15%減らせるだろうとしている。PM10、SPM、PM2.5 の分級特性。SPM は、PM6.5 から7.0に相当する。 衛星レーダー観測による世界のエアロゾルの光学的厚さ。粒子状物質の分布に近いが、M より大きな粒子や小さな粒子も含む。テラ衛星2007から2011年。粒子状物質は一般的には大気汚染の原因となる。微粒子全般を言う。日本の法令における定義を述べる。日本の法令に 粒子状物質自体の定義は存在しないが、環境基本法に基づく、環境省告時では、浮遊粒子状物質の定義の中で、浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、として、間接的に引用されている。なお、大気汚染防止法では、法規制の対象である大気汚染物質として、 自動車排ガスの中の粒子状物質を指定しており、同法関連法規では、粒子状物質が自動車排ガスの中の粒子状物質に限定して用いられるので注意を要する。粒子状物質の分類として、その大きさにより定義された PM10、PM2.5 などがある。普通、粒子系、メートル以下の微粒子などと説明されるが、 ある粒子系以下の微粒子を完全に補修することは困難であるという測定技術の都合から厳密には質量中央系 MMD または粒子数中央系 CMD がメートル以下の微粒子を言う。例えば PM10 は粒子径10メートルで50%の補修効率を持つフィルターを通して採集された粒子径の異なる微粒子のまとまりのことであり、 サンプル空気の中の10メートルの微粒子の半分が含まれている。また、PM10 は PM2.5 を含んでいる環境基準値として用いられる濃度は、こうして採集された粒子系の異なる微粒子のまとまりを計量した値である。環境基準が設定され始めた当初は、黒塩や総浮遊粒子状物質などの基準値が採用されていた。例えば、 アメリカで1971年に設定された最初の環境基準では TSP の基準値だけが設定されていた。しかし TSP はほとんど人が吸入しない数十メートルの大きな微粒子が含まれていたので人が吸入するようなより小さな微粒子へと焦点を移し PM10 や PM2.5 が新たな基準として採用されている。この点で 日本では1972年に設定された最初の環境基準が SPM であり当初から小さな微粒子を採用していたものの PM2.5 に関しては環境基準の設定が遅く世界で採用され始めた1997年から12年たった2009年にようやく設定されている大気中に浮遊する微粒子のうち 粒子計が概ね10メートル以下のもの。粒子計10メートルで50%の補修効率を持つ分粒装置を投下する微粒子。1987年にアメリカで初めて環境基準が設定され、以降世界の多くの地域で採用されて、大気汚染の指標として広く用いられている。日本では PM10 は環境基準に採用されておらず、 代わりに浮遊粒子状物質が採用されている。浮遊粒子状物質。大気中に浮遊する微粒子のうち、粒子系が10メートル以下のもの。日本の環境基本法に基づく、環境省国時の環境基準において、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒子系が10マイクロメートル以下のものと定義されているが、PM10 とは異なる。 粒子計10メートルで100%の補修効率を持つ分粒装置を透過する微粒子。PM6.5 から7.0に相当し、PM10 よりも少し小さな微粒子である。大気汚染の指標として日本だけで用いられる。1972年に初めて環境基準が設定されている。世界の PM2.5 濃度の分布、2001から2006年、NASA。 大気中に浮遊する微粒子のうち、粒子径が、おおむね2.5メートル以下のもの。粒子径2.5メートルで50%の、補修効率を持つ分粒装置を投下する微粒子。日本では、訳語として、微小粒子状物質の語が当てられるが、日本以外では相当する熟語はなく、もっぱら PM2.5 と呼ぶ。PM10 よりも微細な汚染物質となるので、 呼吸器系など健康への悪影響が大きいと考えられている。また、粒子サイズが小さいので、長く大気中を浮遊していられるために、発生源から離れた場所でも汚染の影響を受けるという特徴も有する。物の,の燃焼などによって、直接排出されるものと、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物等のガス状大気、汚染物質が主として、 環境大気中での化学反応により、流出化したものがある。発生源としては、ボイラー、焼却炉などの媒円を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の噴塵を発生する、施設、自動車、船舶、航空機等、自認期限のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものも含まれる。 PM2.5 は非常に粒子が細かいため人体内の肺放の中に入り込み炎症反応や血液中に混入するなどの恐れがある。アメリカ合衆国環境保護庁は大気汚染が人体に及ぼす影響について各地で行った調査報告を発表している。短期暴露による急性影響、長期暴露による慢性影響が それぞれ死亡及び呼吸器系疾患、循環器系疾患のリスクとどのように関係するか統計をとっている。PM2.5 は1990年代にアメリカ合衆国で関心が高まり、1997年に初めて環境基準が設定されて、以降、1990年代後半から採用され、はじめ世界の多くの地域で PM10 と伴いに、 大気汚染の指標となっている。現在の北京市、天津市などの PM2.5 の都市平均濃度は、1立方メートルあたり100マイクログラム程度あり、日本の環境基準の同15マイクログラムを大幅に上回る。シンガポール・マレーシアにおけるヘイズでは、高濃度の PM2.5 も観測されている。2015年10月には、 シンガポールの一部地域で1平方メートルあたり400マイクログラムを超える事態となった。韓国では大気汚染対策が喫緊の社会問題と化しており政府は対応に苦慮している。韓国語で超微細粉塵と呼ばれる微小粒子状物質が季節風に乗って航海から上空から飛んでくると急激に悪化することがあり。 2019年1月には3日間にわたって大気汚染レベルが急上昇し、韓国気象庁は1月25日、飛行機から8日銀を散布して人工的に雨を降らせ、大気中の PM2.5 を洗い流せるかを確認する実験を行った。弱い霧雨が数分だけ確認されたものの、有意な降水量は観測されなかったという結果に終わった。 ウルトラファインパーティクル。日本では、訳語として、超微小粒子などと呼ばれる。PM0.1 など。PM2.5 よりもさらに一桁以上小さい粒子系が、おおむね0.1メートル以下の微粒子を指す。PM2.5 と比べて、健康影響が大きいとされるが、研究途上にある。エンで汚れた自動車のボディー、1972年、アメリカ。 粒子系が大きなものは、対空時間が短く、比較的早く降下して堆積する。粒子状物質の大きさによる性質の違いを考えるときは2メートルを境にして、それより大きなものを、素大粒子、小さなものを、微小粒子という。比較的大きな重力を受ける素大粒子は、落下が相対的に早いが、微小粒子は、 重力の影響が小さく拡散も遅いので、雲角になって、雲粒に取り込まれたり、香水に取り込まれたりしないと、比較的長期の汚染や高濃度汚染を起こしやすい。ただし、エケ圏粒子と呼ばれる0.1から0.01メートルのレベルになると、速やかに凝集して、粒子系の大きな微粒子に変化する傾向があり、寿命は、むしろ短くなる。 マイクロメートルよりも大きな粒子はほとんどが浮遊せず硬化する。統一された用語ではないが、この大きさの粒子は硬化物などと呼ぶことが多い。粉塵と呼ばれるものには、この大きさのものも含まれる。製鉄所からの黒い梅園、1972年、アメリカ。梅園には一次粒子が多く含まれ、二次粒子のもととなる気体も含まれている。 発生源や蘇生から粒子状物質は以下のように様々な種類に分けられる。微粒子として直接大気中に放出されるものを一時生成粒子という。素大粒子が多い。普通、対空時間は数分から数時間で数数十キロメートルを移動する。水溶性、吸湿性が低いものが多い。主に以下のものがある。機体として 大気中に放出されたものが、大気中で微粒子として生成されるものを二次、生成粒子という、微小粒子が多い。普通、耐空時間は数日から数週間で、数百数千キロメートルを移動する。水溶性、吸湿性、懲戒性が高いものが多い。成分では、硫酸塩、硝酸塩、アンモニウム塩、水素イオンの化合物、 有機化合物、また鉛、カドミウム、バナジウム、ニッケル、銅、亜鉛、マンガン、鉄などの金属、水を含んだものなどからなる。化学反応、核生成、凝縮、凝固、雲や霧を構成する水滴への溶解や蒸発による、石出、微粒子同士の凝集などの生成プロセスを経る。高温環境下で凝集する、もの、常温下で、自ら凝集する。 もの水滴に溶解して凝集するものなど様々である。発生源は、石炭や石油、木材の燃焼、原材料の熱処理、製鉄などの金属の精錬などである。イソプレミアテルペンなど、植物由来の揮発性有機化合物もある。ディーゼルエンジンの、ハイガス起源のディーゼル廃棄微粒子は健康への害が大きいという報告があり、社会的に問題視されている。 鉱物由来のものの中には、害が大きく厳しい放棄性がかけられている石綿などがある。ある都市大域における粒子軽別体積分布と粒子軽別個数分布。体積は微小粒子と粗大粒子それぞれにピークを持つ二方性の分布を示す。超微小粒子は個数が非常に多いものの、体積で見ると少ない。 多くの場合、大気中の粒子状物質の濃度は、渦の緑色の曲線のように、微小粒子と素大粒子それぞれにピークを持つ二方性の分布を示すという特徴がある。素大粒子の多くは一次生成粒子であるのに対して、微小粒子の多くは二次生成粒子である。大気中には、濃度としては、大きくないが、多数の超微小粒子が存在しており、これらが、 液体成分から固体、液体成分への覚醒性を経て互いに凝集し微小粒子へと成長する。超微小粒子は核酸係数が大きく高濃度で発生しても急速に凝集して微小粒子へと移行するため寿命が短い。粒子状物質の組成は場所や時期により変動する。日本では環境省が 平成22年度から PM2.5 の全国的な平均成分分析を行い公表している。この平成23年度の国内全観測点平均データによると、全体 16g 毎立方メートルのうち、硫酸イオンが最も多く、約25%、ついで有機炭素が約18%、アンモニウムが約12%、その他元素上炭素。 硝酸イオンなどとなっている。東京都内一般局地点 p m 2 5蘇生平均値2008年度元素上炭素、ECU 機炭素を送るアンモニウム 4NH4、ナトリウム 4NA、カリウム 4K、カルシウム 4CA2、塩化物 4CL 硝酸イオン O3、硫酸イオン SO42 その他東京都が、平成二十年度に行った調査では、成分の季節変化や、 経年変化、また人為期限の成分が明らかにされている。都内の一般環境大気測定局9地点で春、夏、秋、冬それぞれ14日間ずつ抽出して平均値を算出したもので年平均の蘇生は右表の割合となっている。季節変化を見ると春のうち PM2.5 濃度が高い日に限ると 濃度が低い日に比べて、硫酸イオンの濃度が高い傾向にある。夏は、高化学反応により生成されていると考えられる、硫酸イオンの割合が高い一方、他の季節に比べて、硝酸イオンの割合が低い。秋は、元素上炭素や有機炭素の割合が、比較的高いが、農地でのバイオマス燃焼に由来するものが都市部まで、飛来している、可能性が指摘されている。 また秋や冬は、塩化物イオンや硝酸イオンの割合が高いが、二次粒子である、硝酸アンモニウムや塩化アンダモニウムが低温の下で、粒子の形状を保ちやすいためと考えられる。さらに秋や冬の PM2.5 濃度が高い日には、硝酸イオンの割合が、さらに高くなる傾向にある。なお、平成12年度の測定値との比較では、 濃度自体が半分程度まで減少しており、中でも元素上炭素や有機炭素、塩化物イオンの減少幅が大きかった。これは2003年のディーゼル車規制条例による排出ガス規制やゴミ焼却炉の改良、VOC の排出規制などの効果によるものと分析されている。さらに、都市部と都心から 1000km 離れた太平洋上の離島である。 小笠原諸島、父島の測定値を比較すると、父島では、元素上炭素や有機炭素、硝酸イオンの割合が都市部に比べて、かなり小さく、これらの成分は主に人意起源であることが、推測されるという。大阪府が、平成25年度に行った調査では、春や夏の PM2.5 濃度が高い日のうち、大陸から気流が流れ込みやすい条件の日には、 石炭の燃焼に由来するとされる鉛やヒ素、硫酸イオンの濃度が上昇する傾向が共通して見られた。また、東京と同様に夏に硫酸イオンの割合が高く、冬に硝酸イオンが高い傾向が見られた。なお、PM2.5 濃度の変化における越境汚染の気度は大陸からの距離に関係があり、大阪、兵庫では、 PM2.5 濃度に対する感度が48%に、上る一方、東京では26%にとどまるという調査が、報告されている。2013年度環境省調べ一流酸イオン30%すすや、黒塩17%酸アンモニアイオン 13%4 硝酸塩など7%、5硝酸イオン7%。 マグネシウムイオンなど2%塩素用に1%大気汚染による死者報告する沈着容体と体内での挙動人間が呼吸を通して微粒子を吸い込んだ時鼻、喉、気管肺など呼吸器に沈着することで健康への影響を引き起こす。粒子系が小さいほど肺の奥まで達する可能性が高いが沈着部位は粒子系に従い複雑な変化をする。 粒子系以外に粒子の形状や個人の呼吸の速度などにもよるが、おおむね5メートル以下になると肺胞にまで達し始める。ただし、1メートルでも肺胞まで達するのは吸入量の1から2割のみで、残りは呼吸により再び排出される。20ナノメートル付近が肺胞への沈着が最も多く50%程度とされる。これ以下になると、 むしろ肺胞よりも上気道への沈着の方が多くなるとされる。微呼吸よりも口呼吸の方がより呼吸器の奥に沈着する傾向がある。なお鼻、気道、肺胞などの形状は個人で異なるため個人でも差異がある。また、運動などにより換気量や呼吸数が増えると主に1から3メートルの粒子を中心に沈着量が増える。 アメリカ環境保護庁は沈着率は年齢に関係ないという結果もあれば、小児の方が成人よりもわずかに高かったという結果もあったと1996年に報告している。肺の表面積あたりの沈着量は小児の方が多いほか、陸上の沈着率は小児の方が低いことなども報告されている。これらをまとめたは、小児は、 呼吸数や単に体重あたり、換気量が大きいため肺の表面積あたりの沈着量は大きい傾向があり、吸入粒子に対するリスクが大きい可能性があるとしている。ただし、これらの沈着した粒子は咳、微重、起動専門運動、肺胞マクロファージによる鈍色、輸送などのクリアランス機能により次第に除去されていく。なお、 吸出性の粒子は溶解していく。一方、非吸出性の粒子は溶解せず粒子のまま移動する。動物における報告が多いが、人における放射性同位体をマーカーとした実験によると、1.2メートルの粒子で約8%、3.9メートルの粒子で約40%が6日以内に除去され、長期的にはおよそ600日で半減するペースで、肺から、 除去されている。一方、不要性が高い粒子は長期にわたって肺に残留するものがあり、クレーリングとショイヒワー2000年にモデル予測からこうした粒子の約3分の1が体内から除去されないと報告している。不要性が高い粒子は主に黒色炭素の微粒子であることが知られている。また、PM0.1 のような超微小粒子のレベルになると、 肺以外への影響も懸念されるような血液への移行があるという報告もあるが、否定する報告もあり、研究途上である。なお、粒子状物質と同時に、オゾニア二酸化用などの生態への刺激性のある、大気汚染物質がある状態、いわゆる共存曝露による影響も報告されている。オゾニア二酸化用の急性曝露により、気管支に収縮が生じるが、 シュレズ・インダーは1995年に粒子状物質とこれらの共存曝露により、下気道への粒子の沈着が促進される可能性を指摘している。呼吸器、新疾患患者、高齢者、小児のリスク一方、呼吸器疾患、特に慢性気管支援や排気腫を含めた、慢性閉塞性肺疾患の患者においては、健康な人よりも沈着量、 沈着速度ともに大きく特に軌道の病変に応じて大きくなるほか、沈着量よりも沈着速度の方が大きく増加するという研究結果がある。環境省は2008年にこれらをまとめ、COPD では軌道閉塞により全肺、特に機関誌での沈着が増加するとしている。また粒子状物質への曝露は人の軌道や肺に 炎症反応を誘導するほか、粒子状物質が、軌道において、抗原反応性を高めるアジュバントとして、働きづだやアレルギー性鼻炎を悪化させる作用や、呼吸器感染への感受性を更新させる作用が、実験動物で認められ、人に関しては少なくとも、ディーゼル排気ガスやディーゼル排気微粒子では、喘息やアレルギー性鼻炎を悪化させる可能性があると結論付けている。 また循環器への影響を示す報告もあるとし、実験動物では不整脈等の心機能の変化を示す報告があり、原因としては血管系の形態変化を促進する作用、凝固、専用系に作用して血栓形成を誘導する作用が考えられているとしている。自律神経についても、実験動物と人とで際はあるものの影響を及ぼす。 ことが示唆されると結論付けている。年齢や疾患の影響について、環境省は2008年に、高齢者や小児について、成人よりも影響が大きいという報告は存在するものの少数であるとしている。また、気用疾患を有するものについては、影響があることが広く認められており、レビューが進められている段階ではあるが、液感染縮手、アレルギー性の図だ。 肺高血圧、虚血精神疾患の患者では、粒子状物質に対する感受性が高まるという報告がある。発言性変異原性や発言性に関しては、都市の待機中の微小粒子については微生物、培養細胞、動物実験から変異原性を有することは指示されるが、発言性については、動物実験での長期曝露の報告が少ないことから、 現段階では実験的根拠が不足しているとしている。ただし、特にディーゼル廃棄微粒子に関しては、ラットへの高濃度暴露に限り廃腫用への寄与が認められ、デプそのものや外有物質の多官方向属炭化水素の遺伝子、障害機構が判明していることから人への発言性は示唆されているとしている。また、 都市の大気中の微小粒子にはデプが含まれることから都市の大気中の微小粒子についても発がん性に関与することが示唆されるとしているが濃度や素性が場所により大きく異なることから発がん影響の判定は困難であると結論づけている。疫学的には呼吸切り管率や死亡率の増加、肺機能の低下、重い症状としては 肺の毛細血管への刺激や呼吸困難、肺気種などが知られている。また一般的に3メートル以下のものは健康への影響を及ぼすとの報告がある。ラットにおける実験では、ディーゼル排気微粒子が免疫機能へ影響を及ぼしアレルギーを増悪させるという報告がある。交差においてもアレルギーを悪化させるという実験報告があるほか、中国、台湾。 韓国では、交差の飛来時に呼吸器疾患や心疾患、アレルギーが増加したとの論文報告が複数ある。最も古い疫学的研究として、アメリカにおける二酸化硫黄と粒子状物質の健康影響に関する研究等がある。1980年には、一般の大気環境の濃度範囲の粒子状物質や二酸化硫黄が健康な人に死亡を引き起こすような、 証拠はないと結論づける論文が発表されて議論となったことがあるが、すでにこの時期には汚染の濃度が低下しつつあり急速な健康影響が生じなくなっていたのではないかという考察がある。その後1980年代後半から研究報告が増え、トープとシュバルツラをはじめとして都市部で日常的に観測される濃度での死亡率との関連性を肯定する。 報告、長期的な暴露に関する報告が複数発表された。死亡率との相関ドッケリーの1993年の報告やポープの1995年の報告をまとめた新殿の2009年の報告によれば、ハーバード6都市研究と呼ばれるコホート研究の結果、PM2.5 の濃度と全死亡及び、心疾患、肺疾患による、 死亡の相対リスクとの間で有意な関連性が認められている。また、ポーブラの1995年、2002年の報告と、クルースキラの2000年の報告をまとめた神殿の2009年の報告によれば、アメリカ眼学会の研究を利用し、アメリカの50都市30万人を対象に1989年までの7年間、行われた解析調査で、 PM2.5 の濃度と全死亡及び心疾患、肺疾患、肺がんによる死亡との間で有意な関連性が認められている。アメリカではこれらの研究が明らかになったことを契機に PM2.5 の環境基準が設定されるに至った。日本でも SPM 濃度と肺がんによる死亡との関連性を示唆する研究報告がある。 各種研究をまとめた2005年の風、メタアナリシス報告によれば、PM10 が 10g マイメートル増加した時の1日、あたり死亡率は、呼吸器疾患によるものが1.3%、心血管疾患によるものが0.9%、全身で0.6%、それぞれ上昇する。また、アメリカ眼学会の調査を利用した、ポープラの研究によれば、 同じく PM10 が 10g マイメートル増加した時の長期的な死亡率は心肺疾患で6%全身で4%それぞれ上昇する粒子系の代償による健康影響の際に関して2008年の環境省の報告書では PM2.5 の方が調査が少なく統計的に優位である頻度が低かったものの PM10 と PM2.5 ともに死亡率と性の関連があると、した。またその影響の推定値を、PM10 においては、濃度 50gm マイメートルあたり、約1から8%、PM2.5 においては、濃度 25g マイメートルあたり、約2から6%、SPM においては、濃度 25g マイメートルあたり、約0.5から2%とまとめている。 10から2.5メートルの大きな粒子の健康影響については、PM10 は PM2.5 を包含するため、PM10 ではなく PM10 から2.5について調査が行われている。PM10 から2.5についても PM10 や PM2.5 と同様の結果を示す例が報告されているが、十分な調査が揃っていないため、 PM10 から2.5の大きな粒子が単独で健康影響を持つかどうか持つとすればどの程度なのか結論を出していない。どの程度の濃度範囲であれば安全化という指地については知見が不足しているとされアメリカ環境保護庁の2004年と2005年の報告では初研究において観測される大気中の粒子状物質濃度の範囲では 濃度と死亡率の間に明確な指揮位置があるという証拠は示されないとした。健康影響の推計値定量的な推計報告の主な例として、1990年において大気浄化法による規制がなかった場合と比較して、年間18万4000人が助かったとの推計、PM10 への短期曝露により8100人が、 死亡しているとの推計、ディーゼル排気による発言を被る人は、年間5000人余りとする推計などがある。監視、予測各国や地域では、他の大気汚染物質と並んで、PM10、PM2.5、SPM などの、環境中の濃度の観測値や予測値を発表している。環境中の濃度は、屋外の大気を代表した、いくつかの観測地点における値である。 一方、人に健康影響を与える粒子状物質は屋外だけではなく屋内も含めた様々な場所の空気に含まれ、それぞれの場所での暴露の量は地域、社会、個人により異なる。ただ、道路沿いなど発生源の近くを除けば、おおむね屋外と屋内の濃度は同じか、屋内の方が少し低いという研究結果が得られている。 また多くの研究において、屋外よりも、屋内、PM10 よりも PM2.5 の方が、それぞれ個人の曝露影響との相関性が大きいと、されている。こうしたことから1990年代後半から、PM2.5 の環境基準が導入され監視が行われている。また、10M より、大きな粒子は、ほとんどが花や、 喉ン刀などの上軌道で捕捉され大気中でも比較的早く落下する一方、10M より小さな粒子は下気道や肺胞での沈着が多く、大気中でも落下が遅く長く滞留することなどから、PM10 の環境基準も引き続き運用され監視が行われている。高濃度汚染への対策高濃度汚染への対策の一例としては、 汚染への暴露をできる限り低減することが基本とされ、具体的には手洗い、うがい、屋内では窓や戸を閉めて隙間を塞ぐ措置、屋外ではマスクの着用などが挙げられる。汚染の激しい日は外出を避ける、寝室などの長時間滞在する部屋に空気清浄機を設置するなどの対応もある。また子供は汚染に対するリスクが高いことから幼稚園や学校では 汚染の激しい時に屋外活動を制限する対応が取られる。マスクに関しては PM2.5 に限ると通常のマスクは製品ごとに性能に差異がある。高性能の防塵マスクはフィルター自体は高性能のため粒子の吸入を低減する効果があるものの適切な着用方法でなければ期待されるような効果が得られない。個々人の顔の大きさに合ったものを選ぶ。 空気が漏れないようにする検討が必要となる。また息苦しさを感じやすいので、長時間の使用には適さない。空気清浄機に関しても、メーカーや製品により、性能に差異があり、環境省の専門家会合報告書は、製品表示を確認したり、販売店やメーカーに確認したりするよう進めている。大韓民国では、人口降雨により、 大気中の汚染物質を洗い流すことを計画。2019年1月25日、飛行機から溶日銀を散布して、降雨を発生させようと試みたが失敗に終わっている。自然環境や人間以外に与える影響としては、含油物質にもよるが、金属の腐食、塗装面の劣化、彫刻などの芸術作品や人工構造物の劣化などの物理的被害、 高雨へ取りまれて、酸性雨の発生に寄与する、間接的影響が挙げられる。また、塩無の原因物質として、指定を悪化させる、作用、凝結核として、働き雲を生成する作用、雪の表面に堆積した陽光を吸収する作用、大気中のエアロゾル粒子として、働き太陽光を吸収する作用による気候への影響も考えられている。SPM PM10、PM2.5 PM の測定法は主に、大気を吸引して、フィルタ上に粒子を集め電子点瓶でその重量を測定する、フィルタ法と、同様に集めた粒子に、β 線を照射して、その透過率から重量を測定する、β 線吸収法、フィルタ経由で、カートリッジに集めた粒子を振動により、重量を測定する、フィルタ振動法がある。日本では、 SPM の環境基準が設定された1973年以来、ローボリウムエアサンプラと呼ばれる測定器を用いてフィルタ法で測定が行われている。EU 各国の PM10、24時間値の都市、平均値の90%値各国の環境基準と規制の動向について解説する。世界保健機関は公衆衛生の進展度が異なる各国が、 環境基準を定める、際のガイドラインとして、粒子状物質を含む、大気質指針と、暫定目標を定めている。1987年に、風、欧州地域事務局が、ヨーロッパのガイドラインを定めて、以降、健康影響に関する評価を進めて、世界全体を対象としたガイドラインに拡張し、2006年10月から2007年3月に、 かけて公表した。以下のような構成となっており、最終的には大気質指針が理想であるが、各国の状況も尊重され、これと異なる独自の基準を設定することを妨げるものではないと表明している。なお、過表の24時間平均は99%入る値。大気浄化法により1971年に初めて環境基準が設定された。 当初は全浮遊粒子状物質の値を定めていたが、1987年の改定で PM12 変更、1997年の改定で PM2.5 の値が追加されている。現在の基準は以下の通り。また、PM10 や PM2.5 の濃度に応じた6段階の空気質指数が設定されていて、主要都市では当日から 翌日の予報も行われて指数とその区分に対応する健康影響や注意事項が合わせてメディアで伝えられる。ヨーロッパでは各国が独自に基準を定めている。EU 広域では1980年に当時の EC が浮遊粒子の環境基準の値を定め、1990年に PM10 の値を設定している。現在、ディレクティブ2008 50EC では以下のような基準を定めている。東京、大阪、全国平均における PM と SPM 濃度の推移、1964から2011年、環境省他による日本では1967年制定の公害対策基本法において環境基準を設定すべきと定め、1972年に浮遊粒子状物質の基準を 初めて設定した。翌1973年、他の大気汚染物質を含む告示に拡張、その後も何度か改正され、準拠法も環境基本法へと変わった。一方、欧米では1990年代に PM2.5 の基準が設定されたが、日本ではその検討が遅れていた。2007年に和解が成立した東京大気汚染訴訟において、 PM2.5 への対策が言及されたことを受け、中央環境審議会において検討が進められ、2009年に基準が初めて設定された。現行では、環境省告示として、浮遊流史上物質と微小流史上物質の基準を定めている。基準を上回る状態が継続すると予想されるときは、大気汚染注意報を発表して、 排出規制や市民への呼びかけを行うことが、大気汚染防止法で規定されている。また、自動車 NOX、PM 法でも三大都市圏の中心地域において一部の自動車に、排ガス規制措置が取られている。高度成長期以降、度重なる規制強化がなされたが、著しいモータリゼーションに規制が追いつかず、バブル景気までは、悪化の一途をたどってきた。 2003年10月1日から東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県でディーゼル車規制条例により排出ガス基準を満たさないディーゼル車の走行規制が始まった。この規制強化により自動車 NOXPM 法対象地域では2002年から2004年にかけて SPM の環境基準達成率が大きく上昇。 2008年から2010年の3年間は99%以上となっているが、年により環境基準が達成できない地点もある。平成20年度の環境省発表による国内全測定局の SPM 濃度の年、平均では自動車排出ガス測定局で昭和49年に 0.16mgm を超えていたものが翌年に0.09。 ミリグラムマイメートル以下に前減、以後緩やかに減少し、平成13年平成20年まで0.04ミリグラムマイメートル以下を維持している。また、一般環境大気測定局で0.06ミリグラムマイメートル近くだったものが、緩やかに減少し、昭和56年以降は0.04ミリグラムマイメートル以下、平成13年頃から、 平成20年まで0 0 3ートル以下を維持している。また同発表における平成20年度の環境基準達成率は自廃局99.3%、一般局99.6%だった。2013年の1月から2月にかけて中国北京などで発生した大規模な大気汚染は記録的な PM2.5 の値とともに 日本でも報じられると同時に越境汚染によると見られる高い測定値が実際に観測された。中国の汚染と同時期に九州北部のいくつかの地点で環境基準の3倍程度の一時間値を観測するなど西日本で一時的に高濃度の PM2.5 が観測された。市民の関心が高まったことにより少なくとも2月8日時点で環境省 国立環境研究所が運営する大気汚染広域監視システム、空豆くんのウェブサイトがアクセス困難になる事態となり、環境省は2月12日に PM2.5 の特設ページ、微小粒子状物質に関する情報を設置した。2月には自治体独自の情報提供を検討、開始するところも出た。環境省は2013年2月に、 専門家会合を開催して、PM2.5 の注意喚起に関する暫定的な指針を決定し、今後も知見が得られれば適宜見直しを行うとした。越境汚染に対しては、国内法に基づく強制力のある措置の効果が期待できず、また汚染源の解明が不十分であることを理由として、法令により都道府県に注意報等の発表と、 排出削減措置が義務付けられている SPM とは異なり、あくまで暫定的な指針となった。なお、2013年1月の日本国内平均値は2011.2012年と比較して、とりわけ高いわけではなかったが、会合では、西日本で見られた一時的な濃度上昇に関して、中国大陸からの越境大気汚染の影響があったとしている。 中華人民共和国では1982年に初めて全浮遊粒子状物質と浮遊粒子の環境基準を設定2度改正され2012年改正の国家標準ギガバイト3095から2012境空気量順では PM2.5 の基準を追加された2009年同国政府発表の中国環境状況広報では 全都市中で PM10 の2級基準を達成した都市が84.3%であった。中国の粒子状物質濃度は経済発展なにより資料が確認できる1990年頃にはすでに深刻なレベルに達していた。例えば、上海市における1990年の PM10 の都市平均濃度は 350g マイメートルを超えており、 風暫定目標で最も緩い暫定目標1の5倍以上であった。この値は年々減少し、2001年から2008年の間は年平均 200g マイメートル前後の水準にあるが、依然として暫定目標1よりも高い。また、北京市における PM10 年平均濃度も2000年から2011年の12年間に減少傾向にあるものの、 1 0 0 g ート今日の水準にあって、こちらも依然として暫定目標1より高い。このように、中国の粒子状物質濃度は数十年来高い水準にあるが、中国では粒子状物質以外の大気汚染物質、急性の健康被害を起こす二酸化用やオゾンの発生源となる二酸化窒素の方が、どちらかといえば影響度が大きい。このような中、 粒子状物質による大気汚染の深刻さを浮き彫りにしたのが2011年11月に北京市にある中中華人民共和国アメリカ合衆国大使館が始めた独自観測地の公表である。同大使館は独自に PM2.5 や空気質指数の監視を行いツイッターで公表を開始した。翌2012年5月には 上海市のアメリカ合衆国総領事館も同様の公表を開始した。これにより中国の行政当局が発表している値とアメリカ大使館の値との乖離が比較されてインターネット上で騒ぎとなり中国政府が公表を差し止めるよう要,要求する事態となった。その後に中国当局は方針を変えて測定発表を始めている。そもそも 中国では、北京市がある、河北地方を中心として、暖房用燃料の使用が増える冬季に、大気汚染が悪化する傾向があり、2011年12月や2013年1月に、激しい汚染が発生して、高濃度の粒子状物質が観測されている。はじめ当局は数値を公表せず、汚染について、国営メディアは、濃い霧と報じていた。 2013年1月の大気汚染は、1961年以来、最悪、歴史上稀にしか見られないほどとされるレベルで、風が弱かったため10日頃から始まった。激しい汚染はおよそ3週間も継続し、呼吸器疾患患者が増加したほか、工場の操業停止や道路、空港の閉鎖などの影響が生じた。1月12日には、北京市内の多くの地点で、 環境基準の10倍に近い700グラムマイメートルを超え、月間でも環境基準を達成したのは4日間だけとなり、北京市の日本国大使館によれば143万平方キロメートル8億人、中国環境保護部によれば中国国土の4分の1.6億人に影響が及んだ。北京市では PM10 も2012年の年平均値が109。 グラムマイメートルで環境基準を超過している。この汚染の様子は他国にも報じられ、韓国や日本への越境汚染が懸念される事態となった。例えば、日本では報道により国民の関心が高まり、2013年2月になって既存の環境基準に加えて環境省が注意喚起のための暫定的な指針を設ける事態となった。 中国共産主義青年団の帰還紙《中国青年法の世論調査では、中国国内で大気汚染によって生活に影響が出ていると答えた人は9割を超え、約4割が外出時にマスクをつけるなどの対策をとっているという。北京大学の研究によると、北京、上海、広州、西安の4都市で、PM2.5 に起因する死者は年間約8000人で、 世界銀行中国環境保護部によると PM10 を中心とする大気汚染による死者は中国全土で年間約35から40万人2010年には123万人の中国人が PM2.5 などの大気汚染が原因で健康を損ないなくなったとも発表されていると推計されている経済史材業に掲載された 上海福丹大学教授の分析でも2006年の1年間で大気汚染に起因する死者は113都市で30万人、経済損失は3414億元とされている。PM10 や PM2.5 の濃度上昇の原因は石炭の燃焼による排気成分や自動車排気、晩炎などと分析されている。特に、 石炭は中国では依然として発電用燃料の主力であり、家庭でも暖房用燃料に広く用いる。自動車も保有台数が年々増えており、北京市の例をとっても2012年末時点の保有台数500万台という数は2008年からわずか4年間での倍増である。これにガソリン中の養分の規制値が 日曜の15倍という緩さが拍車をかけているという見方がある。旧暦で新年を迎える、祭の慣修で一斉に用いられる爆竹の煙も汚染源となっており、例えば北京では、PM2.5 が2012年1月23日午前1時に、前日の80倍の1593グラムマイメートルに急上昇した後、朝には、 約40グラムマイメートルまで低下している。この状況について、大気汚染対策が、全国人民代表大会の主要な議題になるなど、当局の問題意識は高まっているが、市民は、対策が不十分と感じていることが報じられている。北京市の対策例を挙げると、自動車排気ガス基準の厳格化、石炭ボイラーの改造やガス化、電化、植林などが掲げられている。 2010年代、大韓民国の大気汚染は、深刻の度合い差を増した。2019年3月に、国際的な調査機関が発表したデータによれば、韓国の微小粒子状物質の汚染度は、経済協力開発機構加盟国の中で2番目に高い状態となっている。韓国国立環境科学院は、2019年1月11日から15日に、 かけたソウル首都圏の粒子状物質について69%から82%が国外からの影響であったとする分析結果を発表している。2019年2月、中国は韓国との環境省会談の中で韓国メディアが粒子状物質増加の原因を中国に求める姿勢に不満の意を表明。 中国の責任を事実上否定する趣旨の発言を行ったインドの大気汚染も他の途上国と同様に深刻で粒子状物質の濃度も世界最悪水準にある首都ニューデリーにおける2010年の PM10 の都市平均濃度は 259gmM メートルデリー首都圏数カ所における2011年の PM2.5 の都市平均濃度はいずれも1 0 0 g ル。 以上と中国と同程度あるいはより深刻な水準にあると考えられている。インドにおいても汚染の原因は石炭などの燃料の燃焼、自動車排気ガスが大きな割合を占めるが、焚き火や炭、牛糞など熱効率が悪い原始的な燃料の燃焼によるものが比較的多いという特徴がある。行政当局もモニタリングを行ったり、 公共交通の圧縮天然ガス化推進、ディーゼル車の推進、デリーメトロの整備などの対策を行っているが、著しい人口増加もあり、デリーでは近年でも、PM10 年平均濃度が上昇している。ありがとうございます。